て素晴らしい日だと、そう思う旅人の胸に一抹の不安がよぎる。振り子通りに行かなければならない。心の中の声は絶えず彼を促していた。この先が振り子通りだよな。お、人だかりができてるぜ。なんかあったみたいだ。なんてことだ、あまりにひどい。オルビット城の三大ファミリーの間にあった険悪なムードが晴れたばかりなのに、なんでこんなことが。何があったの？どうしたん？バカ野郎！カペ、早く目を覚ませ。昨日の遺言がまだ修正されていないぞ。彼の遺言とは？もしある日俺が殺されたら、犯人はポポラーノで間違いないだったね。なんでそんなきっちり覚えているんだ。ポポラーノ、これは探偵の聞き込みだ。安心したまえ、ポポラーノ。私は君を疑っていないし、有罪判決を下す権利もない。昨日一緒に行動していた仲間がこんな悲惨な目にあった。え、これはあまりに残虐だ。後頭部を叩くなど、ゼンマイ油を強力接着剤にすり、つまりカペは死んでないってこと？彼のゼンマイ、金属フレーム、外装は至ってせ、まさかカペが壊れていないのなら犯人を見、いやいや、ただ残念ながらこの実行、突然かつて消滅したはずの、はい、どこどこ、そんなものは見えないが。ああ、ただの雲だったか。それとも時間を巻き戻して探偵さんの後ろにあるのってゼンマイの差し込み口じゃない？おお、なんとこんなところに。道理でみんな見、現場は混乱していて何が何だかわからないね。真相は明らかとなった。カペは街を歩い、適当すぎるだろその推理。犯行現場を再現する能力があるんだ。わざわざ論理やし、例えばこのオルビット城の木。でもカペは後頭部を強打されて倒れた。いや、彼は出かける前に自宅の便器に後頭部を思い切りぶつけただけか。なぜ彼がそうしたのか。推理は最も尊きファミリーをめぐる問題が一段落し、オルビット上の張り詰めた空気も和らいだ。そうすることでしか
この町に活気は生まれないからという。シムランカの住民の平均的な知能レベルから考えて。旅人、さっきからずっと思ってたけど、それに近くにないものって再現のこ、ちょっとあたりを調べて。何をするつもりだ。私たちカペイの家の便器にぶつかった痕跡がないか見てくるね。何を買いに来たか知らんが、実は大きくなる薬が一本消えてしまってな。調査に協力するため。あんたたち、よその国の人が。そうだよ、おじさん。あんたたちに積み木鉱山の仕事を紹介しようと思って。本当に安全なの？いやいや、私たちが使う特製の、しかも労働強度は。これで猫呼ばわりされるの何回目だろ。言い返すのも疲れてきたよ。オイラの気持ちが分かっただろ。だが今日気づいたらツルハシが消えていて、ね、それで応急処置。あ、でもツルハシが消えたことってな。ここに槍があるぞ。なんか違和感があるし、ひとまず取っとこうぜ。こんにちは。さっき竜がいると誰かが叫んでいるのを聞いて、つい反射で空に向かって。あ、ツルハシが隠してあるぞ。こんな奥の方に隠されてたってことは、きっと何か裏があるんじゃないか。とりあえず取っとこうぜ。せっせっ。とりあえず回収しとこうぜ。もし現場から消えた凶器があるとしたら、それって何だろう。もしツルハシなら頭に刺さってないだけ感謝しない。違うよパイモン。さっき鉱山の親方がこのツルハシじゃ、このツルハシなら傷を残さずに住民を気絶させられるかもしれない。これを現場に持ち帰って。帰ってきたな、便器。何の話だっけ。それはカペイの倒れ方がどうもおかしいなと思って、そしたら近くで怪しいもん、まるでわざと再現の範囲から外したかのようにね。今からこのツルハシをここ。おっと、うちの。動くな。これで大丈夫なはずだ。
自分の両足で土地を測り、未知を知識に変えていく。この感じ、懐かしいな。まさか君だったとは。よくやったと褒めてやりたいところだが、こちらも大していい立ち回りではなかった。さ、ゆえに逃げるが勝ちだ。この後に及んで逃げるなんて頭にきた。捕まえてやる。すると、偽りのカラバ公爵は長靴を履いた猫股を放り投げ、哀れな子役人を追いかけ始めた。子役人の年を重ねた惨めな腰は刺すような痛みで、その激しい運動に抗議した。そこで彼はリフトに乗って束の間の休息を得ることにする。本気か？どういた腰は効く。しかし子役人に他の選択肢はない。意を決して飛び降りた。長靴を履いた猫股はすでに息を切らしていた。子役人がさらに大きな声で、ぜーぜーと喘いでいる事実は置いておくとして。疲れてなんかないよ。コマニアの均等級配達員の実力を甘く見ないでよね。せっとい。私を追い詰めて君に何のメリットがある。気分がすっきりする。まんまと罠にかかったな。ちなみに以前、時効の石室で接着剤に囚われたことがあっただろう。あの接着剤は私が作り出したものなのだ。おい、こんな時すぐ靴を脱いで走れる君たちが羨ましいよ。無名の子役人は最後の大勝負に出た。なんと彼は高い、壁に登ったのだ。それぐらいの高さなら猫走急便でひとっ飛びだよ。はあ、もう無理だ。投稿する。もう逃げ場はないよ。わかった、罪を認める。はや。ここで君たちに捕まるのも予備プランの一つだ。この行動がどう転ぶかは私もわからないがね、正直に言おう。私はずっと君たちを導いてきたナレーションだったのだ。そうか。あまり声の使い分けができていなかったようだね。私がこんなことをした理由を。急に自白を始めた。随分と心血を注いできたんだ君たちに。実は私は創世の女神が最初に作った意識でな、この世界は運命の女神が童話は子供に読ませるものだという考えもあるが、私は違う。これはただのフィクションでは。オルビット城の起源は3つある。その理由は運命の女神が。ところが彼女の飼っていた猫が遊んでいる時に物語を書いた3枚の紙を踏み抜い、悪竜と子供たちの結末をどんなものにするか悩ん、その場面を見て3つとも素敵だと思ったのだ。なるほどな。でも君は架空の人物ではないから私の悲しみを理解できないだろう。それにシムランカの誰にも分かるまい、私が過ごしてきた日々、
そして周りの者たちとの関係、これらは全てフィクションなのだろうか。三大ファミリーが真実を求めたのは、最も尊きファミリーを決めるというくだらない目的のためだ。その設定をすんなりと受け入れた。だから私は真実を知った彼らに刺激を与えた。浅はかな真相に彼らが不安を、君たちのような実在する人物が外の世界から来ている間にあることを明らかにせねばならない。我々は本物なのかどうかを。探偵さん、私の自白は以上だ。それからカペ、ポポラーノ、オービックに伝えてほしい。あの三人が協力してさえいれば自分たちの。それがまさか一度も協力しないとはな。哀れな子よ、君はずっと勘違いをしている。え、この声まさかまた探偵さん。童話が子供たちにとっていい理由は世界を理解するのに役立つからよ。童話は確かにフィクションだけど、その根底には世界の真実が凝縮されてる。善悪の設定が単純だったり暗喩で闇を隠したりはしてるけど、童話が真実の世界を含んでるのは紛れもない事実。同じように君たちも真実と呼べる存在なの。女神様、本当に。脚注とナレーションの本文は線で隔てられてるから、本来なら出会うはずがない。これまで私の声が君に聞こえなかったのもそのためね。でも今君は物語の枠を破りたいと願い、さらにちょうど君の近くには猫がいる。だから私の声の残響が聞こえるようになったの。猫。声の残響ですか。探偵さん、私たちも真実の一部なのか。頭がフラフラする。さっきオービックから大体のことは聞いたぞ。オイラたちに追い詰められて自白したんだ。俺たちがそれを試したことがないとでも。あの場所に行って6ヶ月目には協力して抜こう。すまない、実はあの時バカバカしいと思って力を入れていなかったんだ。僕も3年目からは力を入れてなかった。お前らな。まあ攻める資格は俺にもないか。2回目からはゼンマイに抱きつくだけで疲れたふりをしてたしな。まったく、おばあちゃん家の隣の家で毎日日向ぼっこしてるトラだって君たちより働いてると思うよ。しかし運命の女神の声が聞こえたのか。やっぱりこの世界の外には別の世界があったんだね。なあどうだ、しばらくしたら一緒に外の世界に行ってみないか。じゃないと後頭部を殴られ。外に出る方法は知っているのか。ま、いずれにせよ私も賛成だ。探偵、私たちは彼ほど自分が真実の存在なのかということを気にしていない。創生当時の光景を彼のように見たことがないからだろう。ま、架空の世界だっていうのにこいつらみたいな面白い間抜けがいるなんて。
言い方がきついかい。ただ本当のことを言っているだけさ。それを受け入れられないものこそもっと。自分のもん。創生の術。ソーランド憩い。属性を見下ろす。へい。と。ゴミか。前。